ジャック・バンスは、アメリカ合衆国の SF 作家、ファンタジー作家、推理作家。本名は、ジョン・ホルブルック・バンス。サンフランシスコ生まれ。カリフォルニア大学卒業し、船員など職を転々とした後、1945年に、スリリング・ワンダー氏からデビュー。当初、ジャック・バンスは、負債作家であるヘンリー・カットナーとシーン・エル・ムーアが、使用している。 多数の共作ペンネームの一つと誤解されていた。異性文明をリアルに魅力的に描き出す手腕には定評がある。本名で11作、エラリー・クイーン名義で3作の推理小説も書いている。他にもアラン・ウェイド、ピーター・ヘルド、ジョン・バンシー、ジェイ・コ・バンスといったペンネームを使ったことがある。主な受賞歴は次の通り。1992年、 オーランドでのワールドコンに主品として招待された。2009年、ニューヨークタイムズマガジンでアメリカ文学界でも特筆すべき作家でありながら過小評価されてきたと評された。バンスの祖父はミシガン州からカリフォルニア州にゴールドラッシュの10年ほど前に移住し、サンフランシスコの娘と結婚したと見られている。両親は早くに離婚し、幼いバンスは母と兄弟と共に、 母方の祖父の農場に身を寄せた。この農場は、サクラメント側の三角州地帯にあった。幼少期の、この環境により、アウトドアと読書を好む傾向が形成される。祖父の死によって、一家の暮らし向きは苦しくなり、バンスは短大を中退し働いて、家計を助けなければならなくなった。ベルボーイ、缶詰工場の工員、金の春節作業員などの職を転々とした後、 カリフォルニア大学バークレー校に入学。そこで6年間、鉱山工学、物理学、新文学、英文学などを学んだ。英文学のクラスでバンスは、初の SF 短編を書いた。教授はこれを読み、また SF 化と否定的な反応を示した。バンスの受けた最初の否定的批評だった。一時期、時給56セントでハワイの真珠湾にある、 海軍造船所で電気技師として働いていた。彼がそこを去ったのは真珠湾攻撃の約1ヶ月前のことだった。バンスが大学を卒業したのは1942年のことである。目が悪かったため兵役は免除された。リッチモンドのカイザー造船所で作業員として働くようになり、日本語を学ぶために陸軍情報部の試験を受けたが選ばれなかった。 1943年、視力検査票を暗記することで船員として採用され、商船の有能の船員になった。船の操縦は後年のバンスの趣味となった。船旅は彼の作品にもよく出てくるシチュエーションである。バンスが専業作家となるのは1970年代のことで、それまでは船員、整備工、測量士、陶芸家、大工などの職を経験している。 バンジョーとカズーを演奏するバンスは若い頃からジャズを愛好している。趣味としてコルネット、ウクレレとカズー、ハーモニカを演奏する。彼の最初に出版された文章はジャズのレビュー記事で大学の新聞ザ・デイリーからーニエに掲載された。音楽も彼の作品によく出てくる要素の一つである。1946年、同じ大学に通っていたノルマ・ジュヌビエーブ・インゴルドと 結婚。オークランドに家を建て、増改築を繰り返しながら今も住んでいる。旅行好きで、世界一周航海を一度行ったことがあり、アイルランド島、タヒチ島、南アフリカ共和国、イタリアのポジターのカシミールの湖畔のハウスボートなどで、それぞれ数ヶ月を過ごすことが多い。バンスがプロサッカーを目指し始めたのは1940年代後半で、 当時サンフランシスコルネッサンスと呼ばれる実験的文芸運動が起きていた。20世紀フォックスが最初にバンスの作品を買い、テレビドラマキャプテンビデオの脚本家としてバンスを雇った。この収入でバンスはヨーロッパを1年間旅している。SF 作家のフランク・ハーバートとポール・アンダースンはバンスの友人だった。3人でハウスボートを作り、 サクラメント側の川口から出港させたこともある。一時期、メキシコのチャパラコハンでハーバートと同居していたこともある。1980年代からほとんど盲目となっているが、バンスはパソコンとソフトウェアの力を借りて執筆を続けていた。最新作はルルールで、バンス自身これが最後の本だと言っていた。しかし、2009年に自伝を出版しており、 同作で9号賞を受賞した2013年5月26日カリフォルニア州オークランドで死去96歳を打他に短編多数ありがとうございます